男子の生態、行動ね、皆さんのことを教えてもらっております。はい、ということでございます。腹減った。めちゃめちゃ腹減りました。今日あれ予約してんね、この後も。え、ああ飯食べ放題の店2軒。いやいや、やってなくないですか、この時間。やってますこの時間から。やってるわこの時間から。やってるとこあるよ。めちゃめちゃやってるとこあるよ。深夜あるよ。あるよ。24時間やってるとこあるもん、いっぱい。え、食べ放題ですか。うん、いや知らないだけか。俺3軒行かなきゃいけない。朝まで食うつもりです。結構はしごする派ね。はい、あ俺もう2軒でもう、あのもう、もう100杯ずつ食べる。いやいや、もう何言うかもわかんない。何言うかもわかんないからもうすごいかどうかもう数の競い合いで大きい数言ったもん勝ちじゃないですか、もう。ラジオネーム三平かっこ角刈り。どんなイメージなんだよ。おっす、アームレスリング部所属、握力背筋力ともに測定不能、腕の太さは丸田んぼ、年がら年中ノースリーブ、脇毛も血毛も無法地帯、冬でも春でも汗まみれ、腹筋割れすぎ注意報、眉毛をつなげてこんにちは、角刈り長めのダンディズム、黄色いブリーフ2枚履き、カツ丼片手にランニング、オナニーしながらスクワット、飛び散るザーメンそのままに、ソワーで寝ちまう豆タンク、シンプルな体育会系男子でーす。でかい声出したら腹減ったんで、チャーハン食ってきます。おっす、疲れちゃってんじゃないですか、異名で。すげえな。すげえっすね。豆タンク。これぞ男子だ。これ男子っすね。投げとくか。パン。ラジオネーム。今のはエンジェルしておきましょうか。パン。ラジオネーム近藤の正彦。ゲーム大好き男子です。僕は今マリオカートにハマってます。マリカーというのは全裸になって自分のアナルにチョロ Q3 台ぶち込んで口でブンブン言いながら走り回るの略です。もしメールが読まれたらマリカーを外でやろうかなと思ってます。場所はおしゃれな六本木、よろしくお願いします。何を言ってるの。マリオカート東京で走ってるのがあるな。邪魔、危ないわ、はい、結構なんか訴えましたもんね。なんかね、任天堂が、へえー、ちょっと違う問題や。あれさ、別にいいしさ、別に観光客の人はさ、うん、あれ楽しいんだからさ、別に俺もとやかく言うつもりないんだけどさ、はい、乗ってるやつがさ、めちゃめちゃなんかそのスター気分になるんだろうな、あれ。やっぱりみんなから注目されるから、ね、俺睨んでんのよ、もう危ないな、大丈夫かっていう顔で見てるとさ、手振ってくんのよ。あ、興味あるんだみたいな。めちゃめちゃ普通に危ないですね。普通にやりゃいいけど、うん、怖い。ラジオネームラッパーザキバチ。苦言だ、また苦言だ、また書かれますよ、ま、たこれ書かれちゃう。これはもう一番書かれやすいタイプ。そう、これ典型的です。うん、はい、気をつけない、それ本当に。うん、はい、見てる人もよく見てんな、そんな。ラジオネームラッパーザキバチョフかっこ男の中の男。うっせーな。おっす、俺は街で歩いている女子高生にチンコを見せることが生きがいの男の中の男だ。男にとって大事なのは屈強な体。俺は屈強な筋肉をまとうために毎日腕立て伏せ20回、腹筋10回、スクワット3回というハードトレーニングに勤しんでいる。さらに屈強な体には質の高い飯も必要。俺は毎日鶏卵のみを食べ続け、派遣村では豚汁2杯食べることにより170センチ45キロという屈強な体を手に入れた。おい、そこにいるクソアシスタント、お前ら軟弱でふぬけてる。俺様がお前らを叩き直してやる。今 JFN スタジオの前で待ってるから2人で俺にかかってこい。お前らなんか俺がボクボコにして肉コップにしてやる。俺こそが男の中の男、喧嘩最強。ラッパーザキバチョフ。いやいや、ダサいんだよ、毎週。ガリガリじゃない。毎週ダサいんだ、お前。ガリガリじゃねえか。45キロ、細すぎますね、ちょっと。
派遣村で食うな豚汁一人いっぱいラジオネーム戦隊ビスでへえでへえいつの時代なのいつでへえでへえ拙者自分のポコチンをセルフフェラできる柔軟性抜群のゴム人間でござる男子たるもの失敗したら切腹すべし仕事で失敗した時は上司に怒られる前に担当で脇腹をかっさばき綿飴という名の臓物ぶちまけるスイーツ系男子が今のトレンドでござる拙者も自分の腹に刃を刺したらあまりの楽しさに口から泡を吹き体の震えが止まらなくなった姿勢武者震いでござるよ人生を失敗している酒井殿と落合殿にも切腹がおすすめでござる刀で腹を切るもよし刀を持ち歩いて銃刀法違反でしょっぴかれ社会的に死ぬもよしお主らの好きにせえ拙者はお主らラストサムライの大往生を心から期待しているでござるそれではごめんいや嫌ですよどっちも絶対嫌だわ時代小説の入りなかなか入りづらいような感じの感覚だわ今のメールそれに感じる時代小説ってラジオネーム大強引ブラザーフットオブスティール大強引邪気じゃないんだけど男子の日常朝の目覚めから始まるサボテン枕と有刺鉄線ペットのおかげで今日も熟睡すげえな電流爆破が内蔵された目覚ましを止めればいよいよ男子の一日開幕じゃソファーに座りニュースを見るお父さんの顔面に毒斬り朝食を作ってくれたお母さんにパイルドライバーオンザデスク蛍光灯でできたドアを突き破って今日も元気に会社へ行ってきます近所のおじいさんに挨拶代わりのサンダーファイヤーパワーボム塀の上で寝てる野良猫に雪崩式フランケンシュタイナードブで泳ぐカルガモめがけてトペコンヒーローそのまま公園に行けシットダウンオンザベンチして日が暮れるまで鳩に餌やりたくさん食ったお前らが未来の FMW 守るんじゃサカイおうちゃんあっしゃらあっしゃらあっしゃらこんな仕方しかできんいや大仁田じゃねえか大仁田ですよあげとくわ以上男子でした